今回は椅子の上で簡単にできる腰痛改善ストレッチと床でやる腰痛改善腹筋、腰痛セルフリセット、この3つを紹介していきます。最後までご視聴いただくことで腰の痛みの改善、なぜ腰が痛くなるのか、そういったことが分かってきます。はい、皆さんこんにちは、タートルです。今回ですね、腰痛の改善ということで、デスクワークの人とか同じ姿勢でずっといる方、床にいつも座ってくつろいでる方、同じ姿勢でずっといるとですね、お尻周り腰周りの筋肉が硬くなってしまって腰痛を引き起こしてしまいます。そこで今回は腰とお尻ハムストリング、この3つを毎日たったの10秒程度伸ばすことで、徐々にですね腰痛が改善されて姿勢が良くなっていきます。腰が痛くなって治ってっていうのを繰り返してる人は、何かしらの癖があったり、同じ作業をしていたり、お尻腰ハムストリングが硬くなってですね、やおい時は改善されて、硬くなるとまた痛くなる、その繰り返しをしてしまって、いつもね定期的に腰が痛いっていう風になってしまいます。そうならないためには、今回やる3種類の腰痛改善ストレッチをしてもらえたらと思います。ではやり方を紹介します。はい、まず椅子を使うバージョンなんですけども、通常このようにねデスクワークをしていたり、テーブルに手をついて学校で話を聞いたり、ご飯を食べたりしていると思います。でこの時にはですね、お尻の筋肉は潰れてしまって、重心が全部お尻にかかってしまって、腰周りが硬くなって、お尻の筋肉、もも裏の筋肉が硬くなってます。そこで今回は浅く座ってですね、まずは足を前に出します。ここからつま先はできるだけ上げた方がいいんですけども、自然な感じでも OK です。ここから姿勢を正してですね、少し前にかがんでいって、腰を少し丸めます。これを息吐きながらいきます。まず胸を張って倒れて、腰を丸める。これお尻とハムストリング、腰が伸ばされます。だいたい3回ぐらい毎日行ってください。今度は足を組みます。あぐらを組んだら、上げてる足の膝を手で軽く押さえてですね、同じように胸を張って、ぐーっと股関節から体を倒していって、最後に腰を丸める。反対も一緒です。手で押さえて胸を張る、体を前に倒す、遠くに体を持っていきます。で最後に腰を伸ばした方がいいですから、腰が反れないように腰を最後に丸めます。これも大体3回ずつです。最後に足を抱えます。背もたれ使って足を組んだら、間に四角ができますから、手を突っ込んでですね、反対を抱えて引き寄せます。ぐー、反対も一緒です。ぐー、これでリセットされます。床でやるパターン、腰痛改善腹筋、腹筋と腰、お尻、ハムストリングのストレッチを同時にできます。あぐらを組んで手で膝を押さえて、反対の足首を持ちます。これで体を揺らすだけです。反対も一緒です。あぐら組んだ方を膝手で押さえて、反対ですねのあたりを持って、手で押さえながら揺れるだけです。だいたい10秒です。最後に腰をずっと丸めることをしましたから、最後に少しだけ反ります。うつ伏せから肘を伸ばして、上体をぐーっと息を吐きながら、腰をもう一度リセットして、最後に腰を丸めて終わりです。お疲れ様でした。今の3種類
を毎日やってみてください。自分の行いやすい分で OK です。ですが一番最後のはリセットですから、椅子の上か床かどちらかをやって最後にリセットするのが一番いいです。ですが仕事中とか学校でいる授業中とかでしたらね、なかなかできにくいと思うんですけども、パッとした合間を見てですね、椅子の上で両足伸ばして前かがみ、あぐらを組んで前かがみ、最後に足を抱えてしっかり最後に伸ばすということをやってみてください。腰痛改善腹筋はですね、腹筋しながら腰を伸ばすことができますから、10秒っていうのもありなんですけども、自然にねお腹が疲れるまでゆらゆらと揺れるのもありだと思います。腹筋が苦手な方、起き上がれない方、腰がまっすぐのままで体が浮かない方、そういった方にはですね、膝を抱えてゆらゆら揺れるだけですから、1分とかねやってしまえばお腹にしっかり効いて腰も伸ばされて一石二鳥のエクササイズとなります。腰はやっぱりですね、反りっぱなし丸めっぱなし、どっちかじゃやっぱり良くないです。いつも反れてるばっかりの方はしっかり丸めることをして最後に反る、丸まったばっかりの方はしっかり反らせて最後に丸める、そういった感じでバランス取ってもらってですね、しっかりリセットしてもらえたらと思います。ということで今回は腰痛改善ストレッチということで紹介させてもらいました。頑張った方、勉強した方、よかったらグッドボタン、コメント、シェアもよろしくお願いいたします。チャンネル登録されてない方はですね、少ない時間少ない回数でより効果的なエクササイズを紹介していきますので、よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。今回もご視聴ありがとうございました。